あなたに会えてよかった。あなたには希望の匂いがする。つまずいて、傷ついて、泣き叫んでも、爽やかな希望の匂いがする。街は今眠りの中、あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆悩みの中、あの鐘を鳴らすのはあなた。あなたに会えてよかった。愛し合う心が戻ってくる。優しさやいたわりや触れ合うことを信じたい心が戻ってくる。街は今砂漠の中、あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆孤独の中、あの鐘を鳴らすのはあなた。街は今砂漠の中、あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆孤独の中、あの鐘を鳴らすのはあなた。はい、こんばんは。今夜はね、あの鐘を鳴らすのはあなたを歌いました。2021年4月の5日月曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんは。黒猫さんどうもね、ゼロさんどうもね、今日は町だからです。どうもね、こんばんは。遅くにありがとうね。でも何度かね、生きてますんで、あ、もう生きに待っちゃったね。そんなのちょっと小声で歌ったアパートなんでね、いつもね、行けないときはね、向こうだったらね、もっと大声で歌うけど、今夜もね、遅くなって街だからなんで、小声でやってます。じゃあ軽く一杯飲んでね、やりましょうね、ちょうど一杯。あ、ゼロさんどうもね、遅くにありがとうね、お互いにお疲れ様。楽しみだね、うん。あ、また行っちゃうけど、今日は天候悪くて寒いね、ほんとね、うん、部屋は暖かいけどね。でも今週末もね、まあ、今週末はね、昨日、一昨日より天気みたいね、また奥多摩行こうと思うので楽しみだ、うん。生きてるだけで、そうよ。あ、ラックスさんどうもね、遅くにありがとう、今日は町だからですって、ここへで、うん。また奥多摩行っちゃおう、テント泊、うん。久々行けてよかった、あれ。ちょっと嬉しかったの、今何度も言ってるけどさ、この間の土曜日、朝起きて。奥多摩行って高野山まで歩いて、なんとかし、な、遅かったけど、しない、なんとか5時台、明るいうちに、うん。つけてつけ、よかった。で、テントワークやって、あれで、ほんとあれだけど、十分、休みの日にさ、ああやってテントワークすると、リラックスできていいよね。あ、ヘイさん、こんばんはね。ほんと、何やかんやで、僕、奥多摩ぐらいなくなってからさ、高ナスが一番多いかもしれない。多いね、高ナスね。去年あそこでさ、6月に2回やって、3回、4回。去年だけど5回ぐらいか。高ナスの小山。今年だと、そうね。でもまだ奥多摩の方が多いよ、奥多摩小屋の方が。まあせいぜい5、6回だもんね。高ナスの小山で出たのはさ。もう奥多摩小山は10回以上泊まってっからな。まあ、その機会数増える。うん。結局、トータルしてもね、奥多摩が一番多い、僕の野営テント泊は。まあ、七つ石でも、ね、テント泊あるし、山頂小屋も行ってるし、雲取山荘も泊まってるからさ、うん、一番多い。奥多摩小屋の一泊二泊が一番多い。うん。ね、イノシシは会ったことないですね。うん。奥多摩で見たことあるのは、鹿と猿ぐらいだな、もう。猿。うん。イノシシ見ないね、みんな。
人間来ると逃げちゃうからね、うん、人間来るとみんな動物は人間が一番怖く嫌ってるからさ人間が一番怖いからさね。今度行くときね、もし行けたら朝早く起きて起きれたら六重山登って、今度あれ帰りはさ高野山の方山通って六重山登って奥多摩行かないで、あれなんだっけ、登った方から奥多摩湖の方の降りてみようかなと思う。あれも一回、うん、サルはいるよ奥多摩に、うん、高野山あたり標高1000から1500、7000いますね、猿ね。見たことある。あ、昨日もね、下山寺、三手谷の近くにいたしね。猿は結構いるね、猿ね。猿は結構います、奥多摩はいますよ、山の中に。います。猿と鹿は普通に、歩いてると見るね、山の中で。観光ではないと思う。高野の町道のところであったからさ、それほどの、でも登山道でもあったけど、それほど観光化されてないと思うんで、半分観光かもしれないけど、半野生かもしれない。奥多摩の辺で登山道の近くだったから、標高1500ぐらいだったからね、半分観光、半分痩せ、そんなもんだと思う、あの辺の猿は。ね、あれ、登山道一角だからさ、場合によってさ、登山客の下持ってる食い物はさ、そういう猿もいるかもしれないね、場合によってはね、持っていっちゃうようなね。だから、半分人間の食うもん、取ってるかもしれないね、ああいう。奥多摩あたりの猿はね、じゃあさて今日の一杯行こうかな。もう疲れないよ、気持ちいいから。休みに一泊に行くとちょうどいいね、うん、ちょうど 2連休の時ね、疲れいい、リラックスになるよ、うん、リフレッシュになる。山の中でテント泊するだけで、うん、よかったな。高野さんいいや、あれ、やっぱ、あの辺は、下がゴツゴツしてねえから、もうマット持っててねえからさ、反応瓦ってさ、手軽だけどさ、あそこ、瓦だから寝にくいんだ、あそこ。マットがないとね、まあ寝れちゃうけどさ、僕は、どこでも。うん、いいよな、あれか、高野。一番いいのは奥多摩小屋だったんだけどな、奥多摩小屋もうなくなっちゃったから。奥多摩がなくなっちゃったらいけないんだよな。いい運動ってくるの疲れちゃう、ヘトヘトになっちゃうね。電車と徒歩でアウトドア疲れちゃう。車で行くチャンプはさ、もうチャンプ場テント場でさ時間潰しとかあるかもしれないけど、で電車とはそんなもんないから疲れちゃってないよ、ほんだからちょうどいいわけよ、ほんとね。普通のバイクとか車で行くキャンプはさ、余裕があるからさ、現地のテントバキャンプ場ついてさ、ね、退屈しとか言うけど、電車とはそんなことないんで、ヘトヘトだから、この間の月からと思うよ、うん、ヘトヘトなんで、荷物持って、あ、どうもね、矢川さんどうもね、ね、さて、うん。今日は遅かったの、街だからです。だから小声でね。じゃあもう一気に待っちゃった。一杯飲もうか。うん。よかった。矢川さんありがとうね。もう遅いからこんな感じ。じゃあ一杯飲もうか。今日の一杯。
同じにローソンスワーのやつ、ローソンスワーの発泡酒ゴールドマスター行こうか。ゴールドマスター 6% ゴールドマスター行きます。シータグラス、外は超寒いけどね、室内は暖かいから。ゴールドマスター行きます。グラスね、そうよ、うん、そう、たまにはお酒ちゃうのでね、たまにはね、うん、でも、あちらに部屋あるとのんびりできていいよね。二つ住まいがあると楽でいいよね。二つの住まいがあるとさ。今日寒かったね、本当にね、昨日。はい、乾杯。よし。違うね、そんなわけない。ただの婚姻ですよ。こういう工場労働者、工場でそういうのないからね。そんな工場仕事に焼き芋も何にもかないよ、うん、マカロニサラダで、マカロニサラダ、ローソースなの楽で言うね、うん。夜勤って言ったって、間違いだけだもん。向こうはかかんないからさ、うん、マカロニサラダつまみながら、うん、うん、うん、なもう4月か、早いな、うん、しない、大丈夫よ、うん、毎週休みの日に会うとだ言ってっから、うん、ああ、たまよかった、昨日のんびりできてよかった。100円でいいな、これ1個な、安くて、今日も明日だからのんびりだな、うん、7時頃起きても大丈夫よ、うん、そうね、うん、ああ奥多摩楽しみ、そう、うん、何でも食えるからね、僕はね、あたがさんどうもね、サラダもね、うん、なんでうまいね、ふっとと、まあマヨネーズ系はなんでうまいんだ、結局マヨネーズマヨネーズで焼いたやつはなんでうめえや、うん、マヨネーズ、うん、あいよね、もっと噛んでたらマヨネーズにさ、なんも体に悪いけどさ、マヨネーズお皿にただ乗っけて塩胡椒強めの塩胡椒かけたけどうまいもんね、まあ体に悪いと思うけどさ。ただ、マヨネーズだけにさ、ちょっと胡椒強めて塩胡椒かけるだけで美味しいよね。それ舐めながら酒飲むの美味しいよね、あれ、ま。マヨネーズをサラダにザラッ垂らしてさ、それに塩胡椒をかける。まあ体に相当悪いけどさ、うまいよな。うん、結局油分だよな、油分。その延長線上でツナ缶。マヨネーズだけってさ、体に悪いからってことで、安い。一缶100円足らずツナ缶ね。
あれ皿に開けてさ、その上にマヨネーズ乗っけて、塩コショウかけて、簡単なおつまみだよね。あれツナ缶は安いからね、一缶だったら、ね、80円ぐらいで買えちゃうもんね。セットで76円、安いけど、安売りのだったらさ、3つ4つセットで1缶だったら60円70円で買えちゃう。それを皿に開けてマヨネーズかけて、ちょっと 塩コショウ強めてさね、ちょっとあるだけでもいいつまみだよな、そうね、からしでもいい、からし効かせるか、好みによって胡椒を効かせるかね、好みによってね、どっちかね、あれもそうね、そんなとき、あれうまいんだよな、あれも。あれもマヨネーズないときね、マヨネーズないときに。チューブのあれはさ、結構ちょっとしたつまみなんで安く買えるからさ、スーパーだったらチューブ入りのはさ、あれ、60円から80円で買えるからさ、1本ね。生姜とかニンニクだとさ、ちょっとの具材入れるとさ、いいつまみになるんだよね、ちょっとした野菜。あれ、生姜もいいよ、あれ、ツナ缶に生姜混ぜて、好みの、まあ、胡椒とか塩振って。まあどっちも好きも買わないね、そういうのね。最近買うツナはね、安いのが見つけたんだよ、最近買ってるツナはね。これ最近、カツオなんだけどさ、最近買ってきたんだよね。これ安いんだと思って。最近ね。これ、ライトツナフレークって4缶でさ、結構安かった、これ。カツオの湯漬け。カツオだけ一缶ですごい安かった、これ業務スーパーで買ったんだけどね、これ最近一番安かった、これ一缶あたり安かったですか、60円がそこらへん、すごい安かった、これ560円、業務スーパーで売ってたんだ、これそこの、これだって一缶あたりすごい安いよ、これ一缶50円ぐらいかもしれないね、お互い様さんでもね、いましたよ、そういました、奥多摩可愛い子いっぱいいるよね、若い子はみんな可愛い、結局若いうちはみんな可愛いんだよ、若い子は生きてるとそれがわかる、若い子いますよ、結構ある可愛い子結局うまくできてんだよね、若いうちは可愛い、当然だよね、いないよね、あんな子は、あんな子 山にいるわけないよ、あんな戻る系のタレントさんがいるわけないよ、高校生の子もたまにいるよ、たまに山行くと、団体とかでもね、たまにね、いるな、ニコルちゃん可愛いな、あの子ね、でも、あんま、でも、まだ若い子がいいな、若い子。僕、若い子がいい。20歳前後の若い子。20歳前後の若い子がいいな、僕は。僕より年上の 50以上の人だったらさ、40代でも若いからね、あれ僕より年上の50以上の人だったらね、あれニコルンかわいいね、ニコルちゃんね、最近 TBS ラジオ知ってるんで、やっと僕も知るようになったTBS ラジオ出ないタレントさん僕分かんないからさ、あの子も最近出るようになったんでね、1年ぐらい前から、かわいいなと思ってよく聞いてるよ、あの子かわいいよ、ほんとね、女の子の声が聞いてるだけでいいよね、
聞いて、女の子が聞いてるだけでオナペットって感じ。いろんな声想像するな、本当。女の子の声は、ね、あれだけでたまんない。この月川さんの時もさ、グループでいたんだよ、キャンプ、ちょうど。若い子、20歳前後の若い子がさ、女の子の声がたまんなかったな、あの時。早くも銭湯で寝てたんだけどさ、ちょうど横の方だったんで、若い子の子、話し声とか喋り声、笑い声がさ、すごい良かった。女の子の声たまんないね。あれだけで夢が広がる。お股は舐めたいけど機会がないんだよね。それじゃあそうですね、するよね。女性の声を聞いてるだけで。いいよね。やっぱ声は全然違うよね。女の子の声はいい。20、わかんない、20っていうのは。いろいろいいよ、いろいろ。可愛い子他にもいるよ、いっぱい若い子がいっぱいいる。好きよ、みんな好き。朝鮮人も可愛いじゃん。今日はマカロニサラダでした。おやすみなさい。遅いから。熟女より若い子がいる。20歳前後の若い子。また言ってけど、もう若い子がいい。じゃあこの辺でおやすみなさいね。また明日。お作りありがとう。また明日ね。おやすみなさい。お互い様さま、夜間さんもありがとうね、母さんもね、みゆきこさんもどうもね、ありがとうね、みなさんどうも、また。じゃあ最後に一曲、今日はこれで終わろうか。街の明かりで終わろう。おやすみなさい。そばに誰かいないと沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように、触れる肩のぬくもり感じながら話をもっともっとできるならば、今はそれでいいさ。息で曇る窓に書いた君の名前、指でたどり、後の言葉迷いながらそっと言った。街の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。好きな歌を耳のそばで、君のために低く歌い、甘い涙誘いながら、そして待った。街の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時を。ではまた今日はこの辺でおやすみなさい。ありがとうね。最後は、バイチの明かりです。ではまたね、おやすみね。どうもありがとうね、遅くにね。
じゃあまたね、せいさんどうもね、みなみさんどうも、やかんさんも、パワーさん、みなさんどうもありがとう。